お疲れ様です。こんにちは。お疲れ様です。今度七夕の企画をタイガースの方でやってまして、はい、間もなく迫ってるということで、ちょっと選手にインタビューをしてるんですけど、企画はどんな企画なんですか？七夕 いわゆる短冊ですよね。短冊をちょっと書いていただいて、それが書いたものがグッズになるっていう。グッズ、タオルとかになるんですよ。しかもその書いた 字のままそのまま、はい、あ、そうなんですか。なんでちょっと結構大事だね。結構大事なんですよ、ね、ちょっとそれを書いていただこうと。それついでにちょっと七夕の思い出とかを聞こうかなと思うんですけど。七夕の思い出ね、七夕の思い出本当ないんですよね。記憶にないっす。なんか昔その短冊に願い込めたよみたいなのも。いや、それこそ本当に小学校とか幼稚園とかにそのなんか学校でやりましょうみたいなのがあるじゃないですか、はい、紙なんかもらって何ですかこんな感じみたいな、なんかその願い事書きましょうみたいな、願い事書きましょうみたいな感じのことを書いたぐらいですけど、ね、あとはもう何書いたかも覚えてないし、 あんま記憶がないですね。じゃあもうその願い事書く前に自分で努力して叶えるタイプというか。まあそうっすね。まあそもそもだから七夕自体僕6月とか思ってたんで、最近4月なんですかそれみたいな。4月7日でしたっけ。7日なんで、はい、あ、そうなんだと思いながら。じゃあその7月7日の思いを込めたちょっと短冊を書いてもらおうかなと思います。すいません。それでは願い事。これ7月7日にこれがなんか出るんですか。あ、そうですそうですそうです。今でも7月じゃない、じゃあ6月かもね。じゃあ書いていただけますか。何でもいいですよね、願い事。もう何でもいいですよ、ね、何でもいいですもん、ね、もう何でもいいです。うん、かわいい。ホームラン打てますように。ホームランなんですね。いやー、打ちたいっすねホームラン。まあ、チャンスはありますもん、ね、いや、毎回結構紙一重の打席多いんで、いや、そろそろちょっと一発そうですね、行きたいなと思いますね。ちなみに どんなホームラン打ちたいですか。どんなホームラン、神宮東京ドームでギリギリのところ打ちたいですね。甲子園じゃなくて入るかな、これ入るかな、おいっとみたいな。一番湧くタイプの、一番湧くっす、うおーっつって、一番楽しいっす。じゃあ自分のホームランで打って、はい、自分で投げて勝ってと。はい、最高っすね。こういうグッズが出るということで、皆さんもグッズ買っていただいて、僕が打席立つときはそのグッズを握りしめながらホームラン願ってください。お願いします。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと七夕の企画でいろいろ選手の皆さんに願い事を書いていただいたりという企画をやってるんですけど、はい、前田選手、まず七夕の思い出とかなんかあったりしますか。はい、ちっちゃい頃に家族でちょっと祭りみたいな一回行ったかなぐらいです。ちょうどそうですよね、夏の時期で。そうです、はい、はい、まあ早速そんな前川選手に七夕のお願いを今この手元にある、はい、こちらに書いていただこうかなと思うんですが、はい、よし、はい、難しいけどな。はい、書けましたか。はい、笑顔があふれる毎日になりますようにです。あ、そう、この、はい、七夕に込めた意味をお伺いしてよろしいですか。はもう全世界中が笑顔で毎日過ごせるようにっていうところです。あ、自分だけでなく、はい、全員です。じゃあその先にやっぱタイガースファンの皆さんにも笑顔になってほしいみたいな、はい、そうです。それでは最後にファンの方に、はい、一言と言いますか、いただいてよろしいですか。ぜひいっぱい買ってください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。いよいよ、タイガースの企画で、はい、七夕選手の願いをちょっと、はい、聞いて回ろうという企画をやっておりまして、
まあ、あのそもそも大場選手自身七夕の思い出とかってありますか？思い出は小学校の頃の給食に七夕ゼリー出たのが思い出です。ありますよね、なんか時期限定の3色のみたいな、はいはい、星が入ってたりとか。まあ、あのちょっと早速なんですけど、あの短冊にちょっと大場選手の願いを書いていただければなと思います、はい。怪我なくプレーできますよ。やっぱり怪我したらもう何もできないので、まずは怪我なくやることがやっぱ一番大事かなと思ってるので、はい、これを書きました。まあ、改めてなんかこの大場選手が書かれたこの字体で、まあ、タオルとかも、まあ、ファンの方があの購入できるようなグッズができるみたいな。このままそうなんですか？もうちょっと気にかけばよかったね。いや全然もう、はい、あのそんな、まあ、ファンの方に最後一言いただいてよろしいでしょうか？そうですね、はい、また頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。あの今タイガースの企画でですね、はい、今度の、まあ、七夕の、 あの企画を考えてまして、はい、あのまあ、選手一人一人に願いをちょっと短冊に書いてもらおうかなという、はい、あの企画をやってるんですけど、はい、まあ、村上投手自身、まあ、その七夕の思い出とかって、まあ、過去に短冊とかって書いたりとかってありますか？短冊はそうですね、書いたりしました。はい、ちなみにどんな、その時はもうずっとプロ野球選手になりますようにっていうのを、はい、書かせてもらってました。じゃあもうその七夕のこの願いがもうそうですね、叶っちゃってるんで。いやあ、すごい書けば多分皆さん叶うと思います。じゃあもう、じゃあ村上投手自身も、まあ、新たなちょっとその願いを、はいはい、今回あのこの短冊に書いていただこうかなと思います。わ、はい、かりました。すいません、それではお願いします。もう何でも、全然何でもいいので、はい、どう？完封猛打賞ができますようにです。はい、まあ、どんな思いで書かれましたか？そうですね、やっぱ完封はピッチャーやってる以上、はい、やっぱ したいので、うん、あとは猛打賞はやっぱピッチャーでなかなかいないんで。本当ですね、はい、確かに。これここはちょっと、はい、第1号でできるように、はい、阪神投手陣今年確かに第1号できるように、はい、まだ打点とかはありますもんね、皆さん。打点は、はい、打点とか、はい、ヒット1本とかなんですけど、猛打賞ってなってきたら多分いないんで、やっぱ今年自分がこれができるように、はい、やっていきたいと思ってます。あのちなみになんですけど、あの才木投手、はい、まあ、先ほどあの聞いたんですけど、ホームランを打ちたいと。いやー、それは多分無理っすね。神様がどんな手助けしても無理じゃないですか。村上投手自身もまあこの猛打賞の中にもまあホームランは、まあ、そうですね、はい、ホームラン打てたらいいなと思うんですけど、多分才木の場合は多分風が 50m 吹いても多分きついと思うんで、 50m 吹いてギリ手前ぐらいじゃないですか。フェンス手前ぐらいです。じゃあもう 40m 飛んでギリ入るからかなぐらいなんで、多分最近は無理だと思うんで、まあ、10万これは達成したいと思います。はい、あの村上としてそんなファンの方に一言いただいてもよろしいでしょうか？そうですね、自分の渾身の、はい、思いが詰まってるので、はい、皆さんいっぱい買って、はい、応援してください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。